続いてはリバースサイコロジーです。担当はギターボーカル花とベースナイスチョッパーコアです。はい、はい、リバースサイコロジーは、古賀さんがとある日にちょっとさ、みんなライブでジャンプしたいとか暴れたいとか言ってるからさ、もう疲れさせる曲作ろうよみたいな感じのとこからスタートしたよね、そう、あの今ね、こう聞いてもらってるリバーサイって本当に多分かっこいいとかクールなイメージがあると思うんだけど、最初の私のイメージは完全にネタ曲だった。そうね、ネタ曲って感じでオファーが来て、そう、とりあえずオケを作って、こんな感じでどうでしょうみたいな感じでやってたね。もう来た瞬間めっちゃかっこいい曲になっとると思ってありがとうございます。なんかあの最初思ってた面白い曲よりも、いやこれはもうライブでやっていくうちにちゃんと一曲として完成させたいねっていうので盛り上がって、そうです、今回こういう風にねアルバムに入れられたんだけど、そう、それで、その2番っていうのかな、まあ、その1回サビが来た先の2番、2コーラス目からを、なんか古賀さんがそれもあれだよね、作る前に言ったのか、なんかこういう雰囲気のがいい、ちょっと落としたいみたいな、そうだそうだ、それで、あの落としが入ることによって、まあ、今そのギターソロのねセクションになってるんですけど、その先の展開もさらにこう変わっていくし、なんか自分的にはその同じリフレインするベースフレーズ、ギターフレーズからスタートするんですけど、それをキーボードが引き継いで新ベでソロに持ってくみたいな展開が結構好きなんで、そういうところも聞いてほしいなと思います。そう、なんかあの A メロ B メロどうするみたいな話もあったけど、いやでも A とか B の概念がないもんね、そう、なんかちょっとインストじゃないけど、楽器がちゃんとこう目立ってサビはちゃんとメロがあるし、なんか AB は面白い展開にしちゃっていいんじゃないかっていう案もあって、今回こういう風にね、まとまって、本当にリバサイはこういう形に一曲仕上げられてすごい嬉しい。そうで、私もそのインストをね、そのアルバムに入れるみたいな感覚が過去に今まで送ってきた音楽人生なかったから、なんかすごく嬉しいなんかあれを作ってくるのすごいよ、演奏をバリバリガチャピンの演奏聴いてくださいみたいなのをこうやって収められるのがすごく嬉しいなと思ってます。最終のミックスをしてくれるエンジニアさんがリバサイ聞いて、いやもうこれはもう本当に行っちゃってるわみたいな、ちょっとやばいやつらだなっていうのを言ってくれたよね、そう、でもなんかこれも本当にガチャリックスピンらしくでも新しいというか、本当にそれがしかも今回のアルバムの最後の締めになってて、はい、私はすごいなんかライブ感もあって、ね、ライブ感の締め本当に良かったよね、聞き終わった時にこのアルバムがなんかよりリバサイが最後で気持ちよく終われる感じが最高なんじゃないかなと思います。はい、ということで最後聞いてください。リバースサイコロジー、担当は花とチョッパーでした。以上10曲紹介していきましたが、このコメントとともにアルバムダブルをたくさん聞いてください。以上ガチャリックスピンでした。